零零七オクトパシーは、1983年、公開、ジョーン・グレン監督のスパイアクション映画、零零七シリーズ第13作目。また、イアン・フレミングの第2短編集であり、本映画の原作としては、表題作の他、所有者は、ある女性が使用されている。オクタパーシーは、イアン・フレミングの小説零零七シリーズ第2短編集で、 1966年、ジョナサン・ケープより出版された。日本では1966年に、0075、ベルリン脱出のタイトルで、早川書房から井上和夫役により、早川ポケットミステリーで発売され、1983年に文庫化された際、オクトパシーに解題された。主人公のロジャー・ムーはオクトパシーサーカスの、プレート実物のファベルジュの卵の一つ。 アバンタイトルで、ボンドは中南米防国のトロ大佐に変装し、開発中の高性能偵察機を破壊すべく侵入する。本物の大佐に見つかり一旦は拘束され、仕掛けた爆弾も撤去されるが、CIA 女性アシスタントのビアンカが敵兵を誘惑して注意をそらした隙に超小型ジェット機で逃走。死体空ミサイルに追尾されるものの、 前述の偵察機の格納庫内をすり抜けた直後に、ミサイルが格納庫を直撃、結果的に任務に成功する。その頃、東ベルリンでピエロになりすましサーカス団に潜入していた零零級は、レティの卵を持ち出したのを見つかり、サーカス団の双子の投げナイフ芸人兄弟ミイシカとグリーシカに致命傷を負わされ、ベルリン英国大使館皇帝に卵を持ち込み死亡する。 ボンドは、M と美術館テ部ファニングからサザビーズのオークションに参加して、レティの卵の秘密を掴むように指令を受ける。ボンドらは、ソ連の外貨稼ぎと考えていたが、売り専門のカマルカーンが、レティの卵を買うのに不信感を抱き、ボンドは、オークション会場で出店品を手に取って確かめるふりをして、発信機を仕込んだ偽物とすり替えた。ボンドはカマルを追って、インドへ、 ホテルのカジノで彼とバックギャモンで対決し、彼のイカ様を逆手に取って勝利する。ボンドはカマルと行動を共にする女性マグダに接近するが、卵を奪われ、自らもカマルの屋敷に捕らえられる。部屋から抜け出したボンドは、ソ連軍のオルロフ将軍が屋敷を来訪し、カマルが用意した偽物の宝飾品を運び出し、二人がカールマルクスイコールシュタットでの再会を約する現場を、 目撃する。ま、一発で、カマルの屋敷から脱出したボンドは、マグダの主人である謎の女性、オクトパシーが住む屋敷に潜入する。しかし、そのオクトパシーこそが、サーカス団に偽装した、宝石泥棒一味のリーダーであった。ボンドは、オクトパシーに一味に入るよう誘われたが断り、またしても捕らえられてしまう。そして、事件の背後には、カマルと組んだ。 ソレンタカ派のウルロフ将軍の陰謀が隠されていた。西側諸国と武力衝突に至る可能性が低いという KGB の情勢分析に耳を貸さないウルロフは盗んだ宝石をサーカス列車で密輸しているオクトパシーにロシアの宝飾品を西ドイツへ密輸させる。しかし実はそのサーカスの人間大砲に核爆弾を仕掛け工業先の米空軍基地で核テロを起こそうとしていたのだ。 列車に潜入したボンドは、カマルたちが核爆弾の次元装置を起動させる現場を目撃するが発見され、追われるうちに列車から転落する。一方、オルロフ将軍は、東西ドイツ国境の駅で列車に駆け寄ろうとして、警備兵に撃たれ、駆けつけた KGB のゴーゴル将軍の目前で、絶命するが、明日になればソ連邦英雄だとの言葉を残す。ボンドはたどり着いた。 西ドイツの街で自動車を奪い、地元警察に追跡されながらも、サーカス団が上映を始めた、米空軍基地に突入。とっさの判断で、サーカス団のピエロに変装したボンドは、客席の基地司令やオクトパシーに爆弾の存在を訴えるが、突然のことで信用されない。警備兵や警察官、サーカス団員たちが入り乱れる、混乱の中、 ついに爆弾が見つかり、ボンドは爆発の寸前で、起爆装置の取り外しに成功する。カマルは、オクトパシーたちを見殺しにする形で、インドに戻り、逃亡の用意を進めていた。そこへオクトパシーが一味を率いて攻め込み、空から、ボンドも合流する。オクトパシーを捕らえたカマルは邸宅を脱出し、総発の小型飛行機に乗って飛び立つが、離陸の寸前に飛び乗ったボンドが、 片方のエンジンを停止させ、昇降舵の動きを妨げたことで、飛行機ごと墜落。ボンドは墜落の直前に、オクトパシーと脱出し、生還を果たす。オクトパシーは、メトロゴールドウィン・ベイヤーが携わった、最初のボンド映画で、MGM は、以前の映画の制作、配給を担当していた、ユナイテッドアーティストを買収していた。本作のプレミアは、 1983年6月6日にオデオンレスタースクエアで行われ、チャールズ王子とダイアナ王妃が出席した。この映画の収益は前作よりわずかに少なかったが、それでも1億8750万ドルと巨額であり、米国だけで6780万ドルだった。西ドイツでは300万枚以上のチケットを販売したことでゴールデンスクリーン賞を受賞した。 この映画は様々なレビューを受けた。レビューサイトのロッテントマトズでは45件のレビューに基づき42%の評価だった。ニューヨークタイムズのために執筆しているビンセント・キャンビーは映画を称賛しながら一方では話の多くは理解できないと矛盾した感想を述べた。ジェームス・ベラーディネリは映画が長いと主張し強く批判した。スティーブン・バーコフは 非常に悪いと最悪のパフォーマンスを指摘した。論争のポイントは、ボンドがピエロの衣装、ゴリラの衣装に身を包み、ジャングルの追跡中にターザンの叫びをしているコメディーシーンで、これが評論家にとっては怒りの材料になったようである。本作は1983年の映画の世界、工業成績で、スターウォーズ時代の復讐に次ぐ第2位で、ショーン・コネディが、 ジェームズ・ボンド役に復帰した番外編であるネバーセーネバーアゲインの第4位をしのいだが、この年は日本の007映画が上位を占める結果となった。日本では1983年度の外国映画配給収入で第4位だった。米国では1980年代の007シリーズ最大のヒットとなった。アメリカの女性シンガー、リタ・クーリッチが起用され、 映画とは別タイトルのオールタイムハイが主題歌となった。イギリスのミュージックウィーク誌では最高位75位、アメリカのビルボード誌では最高位36位と両国境にチャートでは振るわなかった。さらに、ジョン・バリーが担当した同サウンドトラックアルバムはチャート入りを果たせなかった。タージマ・ハルモン・スーン・パレス・レイク・パレス・アクロスター。ありがとうございます。